こんにちは、魚屋の森です。さあ、今日は何の日かな。今日はですね、私が社長におねだりをして買ってもらったものを紹介したいと思います。ヒントはこの服。はい、ということで正解はこちら、青鯛。青鯛ということで、今日の相手は青鯛です。お刺身で食べると美味しいお魚の一つです。で、大変なね、高級魚でございます。なかなか食べられないので、海鮮丼にして味わってみたいなと思います。ということで、行ってみよう。はい、では青鯛くん、よろしくお願いします。では、さばいていきます。青鯛なんですけど、超高級魚です。名古屋ではね、本当に見ることのない魚で、笛鯛科のお魚なんですけど、本当にエース的な存在。すごいかっこいい、飛び出てるけどね、実はこれ社長が細工してくれたんですよ。ここにね、しっかりした骨っぽいやつがある。それ一本ポキッと持ってパサッと。へー、じゃあそれ抜くと取っちゃう。おお、収納する。おお、こうしてよっしゃっす。塩焼きするときに何かやつ使うね。かっこいいですよね。かっこいい、はい、まず鱗から取っていきます。今日もね、すき引きで取っていきます。結構皮がしっかりしてるから。すっごいでかいね、鱗。なんかタイっぽい色、綺麗、ラベンダー色。この辺やっぱ青いの取れちゃうから、この辺だけちょっと鱗で取って、皮付きのね、お刺身の部分はこれを使いたいなと思います。で、じゃあ下ろしていきます。まず頭から。今日この辺カマ唐揚げで食べるので大きめに落とします。じゃあお腹一旦洗います。じゃあ下ろしていきます。3枚に折りました。じゃあこれはマース煮にする部分なので、少し下処理します。腹骨を取ります。じゃあお刺身用に皮を引きます。めちゃくちゃいいね、プリプリ。はい、じゃあカマ下味をつけます。お酒と醤油1対1のつけだれにつけて寝かしておきます。5分ぐらい。じゃあね、これを片栗につけて揚げていきます。じゃあ豆乳、5分ぐらい揚げていきます。煮付け用、これ湯引きをしていきます。ではマースに作っていきます。お酒を入れて、お醤油も少し薄くしてあります。お塩を入れます。ネギ、じゃあ中骨取ります。じゃあ炙り用のお刺身、包丁入れます。表面ちょっと、
飯に漬け用にまずお刺身を切っていきます。漬けダレはね、醤油と酒とみりん1対1対1で合わせてあります。お好みで。じゃあ盛り付けていきます。じゃあ次、炙り。じゃあ漬けのところはね、ごまを、はい、で、炙りはネギ。社長がなんかサービスで出してくれたよ、ランプフィッシュ、キャビアみたいなもの。あら、大胆です。ありがとうございます。では青鯛の海鮮丼完成です。はい、じゃあこれでね、アクを取って完成です。すっごい油浮いてきてるね。美味しそう。あ、目ん玉。あ、もう一個目ん玉。はい、じゃあ青鯛のアースに完成。はい、じゃあ唐揚げも完成です。はい、ということで完成しました。今日もお魚に感謝をしていただきます。今日ね、合わせるお酒は青鯛なので、青いお酒を知ってる人多いんじゃないかな。ミオっていう発泡スパークリング日本酒、甘口でね、女性にすごく人気で、うちの店でもよく売れてます。今日はね、連休お盆の2日目なんですけども、私もともと東京に住んでて、東京にね、いる友達がね、実家に帰れないっていうことで時間を持て余してるというから、昨日の夜私初めてのオンライン飲み会っていうのをやってみたんですよ、同級生と。めちゃめちゃ楽しくて、何時ぐらいだった、10時か10時半ぐらいからスタートしたんですけど、結局ね、2時半ぐらいまでやってて、オンライン飲みってありなんだなと実感しました。初めて。皆さんはオンライン飲みやってますかね。今日も乾杯したいと思います。乾杯。あー、美味しい。さあ、いただきます。おしる、お正月みたいな、むちゃくちゃ美味しい。汁がね、キラッキラしてる。美味しい。見た目がさ、タイみたいだったから、そのタイの味を想像して食べたんだけど、とりあえず油がすごいね。これこういう魚なの、油がすごい魚なの。旨味のある油。唐揚げはポン酢につけていただきます。表面はすっごい香ばしいの、でもこの中の白身がすっごいしっとりしてる。赤ちゃんの裸ってぐらいしっとりしてる。白身だけどすっごい味がある。よし、じゃあ海鮮丼。今日はね、キラーアイテム用意してます。身が硬い。お刺身美味しい。漬けも食べてみる。美味しい。漬け黄身すっごい美味しい。炙り。3種類とも全然違う魚みたい。こんなに味わい深いね、白身が。あれなんだね。はい、ということで今日ももちろんペロッといただきました。もう今日は本当にすぐペロッと食べる。海鮮丼もう3種類やってみると、そのお魚のね、持ってる皮の美味しさだったりとか、身のプリッと感とか、もう最高、100点満点。美味しかった。
ごちそうさまでした。はい、ということで今日は初めての青鯛の日でした。さて次は何を作ろうかな、ということで次の動画も見てください。インスタグラム、ツイッターのフォローも概要欄の方からよろしくお願いします。で、バイバイ。